はい、というわけで急に動画を回したんですけど、今ねお風呂上がりでめちゃめちゃオフな状態なんですけど、とりあえずねみんなに知らせなきゃいけないことがあるんで動画を回しました。ちょっとじんたんに急にちょっと押しかけてみたいと思います。こんにちは。赤く光ってんなー。いやー、ちょっといいですか？いいですよ、何ですか？突然だね。何？ちょっとみんなに話さなきゃいけないことあるじゃないですか。あれね。スカイピース。けどお別れですね。一回ちょっと顔、初めて知った人。知ってる。ねえ。今日が最後の夜ですか？カップルかな。 最後の夜ですよ。スカイピースずっとね、結成する前から一緒にやってきたわけですけど、1年ね、経っ1年て。引っ越しもしてね、不動産の人に「部屋を開けなくていいですか？」ってめっちゃ言われて「いや大丈夫です」みたいに言っててね、懐かしいですね。結局まあ自分たちの部屋ができて、うん。それでもね男2人で。シェアハウスするんですっつってずっと不動産やってきました。なんとですね、スカイピース別居になります。どの顔のトーンで それをさ、受け入れればいいのか こう、言い方が別居って言うと別居っていうとなんか ね、まあ、別居っていうか、あれでまあすよね。普通に。別々の家に暮らすんですね、そうね。明日から。うん、そうそう、それできたのか。それできたらね、それ最で後すの夜ね。だから、もう夜だもんだっね。て兄弟終わりだよ、一つの家で寝んの。そ同じ家で寝んの。まあ泊まりとかはあるけどね。うん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 、そうね、確かにそうだ。ずーっと寝てたもんね。で、スカイピース引っ越すんですよ。そう、俺たち別々に住むことになります。これはドッキリとかでも何でもない、ほんと。仲悪くなったわけでもない。でもとりあえずね、今までのスカイピースのスタンス、一緒に暮らしてずっとやっていくっていうスタンスが今日で終わりになります。動画は全然2人でやるし、撮影は一緒に集まってやるんだけど、とりあえずね、そうね。朝起きておはようっていうこともないし、確かにないんだ。朝起きて寝ぼけて、セオ君が顔かなんか洗ってる時に俺がトイレ行って、おはようって、あの感じないんだ。ない。俺がお風呂入ろうとして、ジンタがトイレから出てきて、おっ、びっくりした、おはようって言われもない。れもなくなるんだ。で、夜おへえ。休みもないし、行ってきますもないそうし、だよね。ただいまもないしっていう。まあでもね、すごい、それこそ別に喧嘩したわけでもないうん。し、ちょっと気まずいからとかそういうわけでもなくて。とりあえずなんで別居したかというと、別々に暮らすかと言いますと、別居って言い方なんか、なんわ かっ違た。うよね。別々に暮らすと言うと、どうぞ。まあなぜ俺たちが別居するかと言いますと まあズバリですね、今、いつもやってる撮影部屋があって、でも俺とテオ君の部屋がね、引っ越してからできたんですけど、そちらを開けて、がっつり撮影スタジオにしたいと思ってます。そう、今までね、あそこで全部動画を撮ってたんだけど、みんなからも飾ってある色紙とかあるところで動画撮ってたんだけど、もうちょっと撮影の幅を広げたいと思って、こっちで撮影したり、向こうで撮影したりで、なんか背景とかなんかちょっとね、変えて、撮影したらもうちょっとメリハリつくかなっていうことで、スカイハウスをがっつり撮影スタジオに使うっていう。そういうスタンスになりますね。なんで、うん。今日この夜で最後と。なんか、別に俺全然前向きだったし、寂しいというか楽しみの方がでかかったから、お、これどうなっていくんだろうな、スカイピースみたいな、ワクワクだったんだけど、今日、いきなりじんたんに、今日最後だよ、テオ君って言われた時に、あ、そうよ。そういえばそうだってあった。そういえばそうだ、みたいな。別れを考えてなかったから、始まりを今まで考えてたから、あ終わりあるんだ、そういえばと思って。
そういえばそれを考えた瞬間になんかパーってなんか一緒に寝るっていうのを思い返したら、なんか所沢行った時さ、1日目なんかめっちゃ薄い布団敷いてさ、薄いね、もう2人で寝てじゃん。あそこの上で2人で寝てたね。寝っ転がってあそこから始まりだもんね。そうで2人で同じなんか毛布に寝て、でお互いなんかベッドとか毛布頼んで、で別々に寝るようになって、同じ部屋だけど、でも同じ部屋で起きて横にいるじゃん。まあベッドと毛布だからさ、段差あるけどさ、こう起こさないようにそーっと開けたりする時あったわ。俺ご飯食べてよって。そうで朝からもうね、ピーカーチョピーカーって録音してんだよね。歌っててさ、セブン持つなのあれ。とかあってね。で引っ越してきて、自分たちの部屋ができて、うん、だってまあなんかだんだん離れてったけど、だんだん俺たちもそういうなんて言うんだろうな、ありがたいことにね、お金とかも入ってきて、でやりたいことの幅も増やしてもらってね、うん、って考えた時になんか寂しいなって。よくよく振り返って、そうね、おはよう、おやすみなよ、めっちゃ切ないなと思って。確かに悲しい。寂しさが出てきた、突然。まさか手をく涙しちゃうの。そうね、ずっとやってきたからね、1年以上ずっと。寂しがり屋だもん。綺麗な涙出たな。思い返してみると、でもほんといろんなあれがありましたね。寂しいなってさっき一人で思ってて、動画撮ろうと思って。ねえ、最後の夜だもんね、ほんとに。ねえ、俺はまだこっちで、明後日だから、明日からはちょっと夕方ぐらいだったら、じゃあ帰るわっつって。帰るわになっちゃうんだ。もう家が違っちゃうんだね。夜ね、10時半とか11時とか寝る前にゲームとかちょっとできないしね。してたよな、ゲームも、スマブラとかもして。そうだ。実感湧いてきた。そうなのか、最後の夜なのかこれが。まあでもね、いつかまた一緒になるかもしれないしね。そうね、またやりたいことがもし、うんうんうん、あったらね。今よりもね、もっと大きい家を借りれるようになって、うん、そこで撮影兼自宅みたいな感じにも全然なるかもわかんないし、ここに泊まることだってあるし、お互いの家泊まることだってね、うん、全然あるし。まあ一応終了。めっちゃ悪い。終了。めっちゃ悪い言い方。とりあえずね、スカイピースで一緒に住むのは今日が最後と。でもね、これからスカイピースはいろいろやっていくんで、うん、その中の過程なんで、悲しまずに行きましょう。一番悲しんでるけどな、お前が。涙も綺麗に、俺だけ綺麗な涙出てたけどね。頑張ろう、頑張ろう。ヤマーヤマーなんだそこ。最後まで見てくれてありがとう。なんか重々しいけど、やっぱじいさんと住んでる時は楽しかったぜ。これからも止まらず2人で突き進んでいくぞ。次回のスカイピースはじいさん、マジ風船だけはやめて。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。